皆さんこん、あ、ちょっと、あ、みなこん、よこんまくすです。今回ですね、ちょっと、まあ、今日は10月16日の水曜日、平日で学校がある日なんですけど、今日はね、台風26号の影響でちょっと、まあ、臨時休校みたいな感じで学校休みだったんですね、はい。まあ、自宅学習ということで家で、まあ、勉強して、まあ、僕今5時26分なんですけど、僕だけ5時26分じゃありませんね。僕ですね、ちょうど30分ぐらい前の5時ぐらいに、100円ショップのセリアというお店に行ってきました。まあ、近くにはダイソーとかがあるんですけど、まあ、セリアに行きました。セリアの方が量が多いかなと思ってちょっと時間かかったんですけど行ってきました。あ、5時じゃないや、4時半ですね。ちょうど1時間前ですね、はい。でちょっとこれは結構前にトイザラス行った時によくわかんないけどハロウィングッズを買ったっていうですね。まあ動画でちょっとたまにこうやって登場することがあります。これがセリア。買ったものね、ほとんど僕の趣味関係で買ったやつなんですけど、趣味関係ではないっすね。実は皆さん、普通僕セリアって大体おもちゃだと思いますよね。実は違うんですよ。ですね、いや、一つ一つ紹介しますと、まずマンガン電池を買ってきました。あとはオーディオダブルプラグ、まあこれは分配器ですね。一つの、例えば一つのスマホがあるとします。スマホとスピーカーを挿せば一個のスピーカーしか挿せません。僕よくディズニーの BGM 再現するために廊下とトイレに流すために二分割する、分けたいという時にこういうのを使います。そういう時にはそのスマホ一個で二つ音が流せるということですね。はい、これもすごい100円でこういうのあるって便利ですよね。で僕前回黒いやつを持ってたんですけど、もう一回分割した分配したくてまた買ってきました。これちっちゃいので結構いいかなと思って買いました。もう一つはですね、その3分割目の、まあいいや、3個目のスピーカーですね。これまあ音悪いんですけど、これは自分の部屋で流すやつだけなんで別に音悪くていいです。はい、まあちょっと音が流せればいいなと思うだけで買いました。なんで音質は気にしない、音質は特に気にしないで買いました。あとこれを、例えばこれ買ったんですけど、これ100均のだと音が小さいので、まあ本当に実用性あるかわかんないですけど、ボリュームアンプっていうのを買いました。はい、これだけちょっとなんか入れ物が変ですね。普通こうプラスチックの型みたいになってるんですけど、特にないです、どうでもいいけど。はい、でこれ用の、まあ、電池なんですね。先ほど紹介した電池は、あとは延長コードも一応買いました、ステレオの。はい、でこれはね、何メーターだこれ、2メーターですね。2メーターのものを2つ買って4メーター分買いました。まあ、4メーターも必要ないんですけど、一応買いました。あとは、そんなもんですね。はい。では、今回買ったもの紹介でした。あります。